到着しました、1ヶ月前来たばっかりなんで、でも今日の方が湿度少ないような気がする今日は久しぶりにあの2人と一緒にキャンプします。ここでお腹空いたんでカブラでウィルワン食べてきます。久しぶりに3人でキャンプ行きます。イエーイ。みんな同じのとろろです。いただきます。いただきます。あ、とろろ山盛りやな。ね、いいね。え、これ女もう全部入れるってこと？ここにこのタイプ初めてな。なん、うん、冷やしうどんってそうじゃない確かに麺が細いね、うどん。うん、うん、うん、めっちゃうまいで、これにして正解や。夏はやっぱ食べ物から体冷やさんと、うん、これはうまいね。そう、さっぱりした。楽やな、乗せてもらうと。歩いたら汗拭き出る、うん、汗出るよ。これだけでも全然違う、ほんまに。そう、氷がな、欲しいな、今日は。私も買う予定な。マルミに車で送ってもらったからか、思ってる以上に快適今のところ ヒールドアのメッシュテントとタープで、夕方から雨降るかもしれないのでタープ張ります。ポールが、重いタイプのやつだからアルミに変えました。昨日が軽かったです。浜と違ってめっちゃ硬い、入らんねんけど。トンビがおる。低空飛行するトンビがおる。やばい。気をつけ。Thank you.
今日は暑さ対策をメインにしてるから、多分ちょっとまあここ影が多い方やけど、あった方がやっぱいいから。本当にこれをつけっぱなしにしてます。だからこれ楽なんですよ、すぐに取り付けができる。設営完了。今日はもう完全に風通しの良さだけを考えたスタイルです。寝るときはこれを下ろしたら、まあカバーできるかなと。雨も降るかもしれへんから、もうこのスタイルで。いや、暑い。はあ、今日暑いからかなと虫少ないな。うん、快適。アリもおらんもん。今日はですね、まあちょっと涼しさをということで100均で売ってたゴザを持ってきました。ゴザとか懐かしすぎる。本物のイグサなんですよ。たまにプラスチックのもあるもんな。おお、いいえこれ。下痛かったけど、これ引くだけで全然ちゃうな。へえ、いいね。夏いいな、ゴザ。というか、これから持っていこうかな。虫がおらんからめっちゃ快適。いや、しかもなんかやっぱ風通りがめっちゃいい。今日のテーマは100均のグッズで暑さ対策をしながらキャンプをするっていうテーマになります。ちょっといろいろ買い揃えてきました。ミニ扇風機が2台と風吹きシートで、これめっちゃ気になる冷却パック、あとは見た目で涼しくっていうことで、これ可愛かったんで100均で買いました。見た目で涼しくも大事で、普段はなんかこんなん持ってこないんですけど、これに氷を入れてちょっと涼しく過ごそうかなって。まあ私夏になったらよく首に巻いてるんですけど、このフェイスタオルですね、濡らしクールフェイスタオル、濡らしたら冷たくなるってやつ。ちょっと分厚くなってるので吸水をめっちゃしてくれるってやつ、ちょっとやってみたいと思います。今日暑さましやけど言うても暑い。ということで早速100均でダイソーで買った冷感シートちょっとやってみます。冷たいのかな、シトラスの感じ。肌感覚4度らしいです。冷たい。いや、いいね。こうやって拭くだけでもちょっと涼しくなる。これダイソーで500円で売ってるミニファン、これ家でも使ってるんですけど、クリップ式でどこでも止められる。クリップ式やからこれ便利やな。コードなかったらどうしようと思ったんやけど、コードつけて、はい、で行きます。後ろにボタンがあるから。キラー、涼しい。こっから攻撃。で、今日は見た目も涼しくなんで、この網を2枚用意しました。こうやってぐーって涼しい。で、こう置いて、で、こうで、微妙に高さを違うようにしてます。ここの、自分でここの長さを切って短くしてます。
こうすることによってどういうことが起こるかというと、こうやって置いたときにここに高さができて水を入れることができると。でもこれセリアで買ったんですけど、軽くてちっちゃいから便利ですね。氷を入れたらバッチリ。おー、いい感じやん。気温は34度。まあやっぱり暑いのは暑いな。湿度マシなんやけどな。これがセリアで売ってた香りで虫除け。虫そんなにおらへんけど、まあちょっと使うタイミング逃せそうなんで。で、これを置いて、さっきのこれ。これ結構この最近よく使ってる。ちょっと便利なんやな、これ。こうやって。見た目も涼しく清涼キャンプ。いつもと違う感じでええやん。ええ感じ。これをちょっと濡らして試してきます。熱っ熱っ、お湯やん、お湯やん。ふれ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 、冷たくなーれ、冷たくなーれ。どこ行った丸丸見るわ。びっくりした。熱すぎやん。おー気持ちいい。でも気持ちいいや。気持ちいい。はい、泳ぎ。はい、見といてあるわ。子供に紛れて。いいや。ハハ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 ハ。さっきお湯みたいやったけど、お湯めっちゃ冷たいから気持ちいい。あ、気持ちいい。言うても暑いで。気持ちいいな、濡らしたタオルの方がやっぱり。ちょっと冷たい氷買っていこうかな。印刷できるもん、印刷つけるもんな、氷は。氷、今一瞬で溶けるやろな。さっさと、さっさと飲まない。氷とスプライト。じゃあ氷入れます。
はい。いや、おいしい水をこれごと口に入れたいな。ちょっと待ってや。どうなんだよ、シュワーってなんのかな。うわー、よし、嬉しい。うわー嬉しいな。サイダーサイダー、あー、あー美味しそう。うん、では、いただきます。私もそれ持ってるんよ。どれ？やってみよう。うん、いいやん。ポカリ、氷があるうちにポカリを。水増し、いいね。さっきからあの雲が雷になってます。雨は多分ここは大丈夫と思うねんけど。マジでマジでマジで、どうぞ。ありがとう。なんか重い。なになに、ありがとう。ちびちゃんに、ディランさん、ベルリのテーブルいただきました。めっちゃ嬉しいな。めっちゃ嬉しい。マルミンからは、巻き入れ。これさ、なんていうの、タオルで挟んでとか、無理やり持って行ってたから、こういうのはありがたい。いや、ほんまなんか嬉しいな。よっ、いやー。あー、よう冷えてるわ。おやつは、ちょっと、朝ローソンで買ってきたフルーツタルト。めっちゃ溶けて、なんじゃこれ、何が起こったの？いただきます。いただきます。うん、うまっ。なんやろな、水遊びしたり開放感があってやっぱ楽しいよな、夏キャンプって。夏は夏で楽しい。じゃあ、マルミにスイカをもらいました。いただきます。うんうん、甘くてうまっ。スイカの種を食べたら、お腹にスイカが生えるって言われて、子供の時。スイカの種を間違えて飲み込んだ日は、のお腹にスイカができるかもしれんっていう、なんか、心配をしながら寝たことがあるな。さ、うん、飛んでくんね。あ、本当？なんか本物のハエ。本物の。何本物？え、なんかあれ、ちっちゃいハエじゃなくて、うん、コバエじゃなくてでかいやつ。本物のハエ。うん。やだね。よし。風があっちに流れてんねんな。なるほど。これつけてみようかな。せっかくやから。マクミラン先生、森谷さん、こんにちは。この方だけマクミラン先生と。
今もうすぐ5時ですけど、気温は34度、変わらずやな。さあ、米炊くより本当だ。よし。しばらく置くか。氷意外とまだ残ってる。へえ。1時間経つんやけど。いやこれ便利やわ。なんかちょいちょい持ってきたいな。草がめっちゃいい。草にこう裸足で足乗せるのがめっちゃいい。なんか気持ちいい。それ多分すぐダメになりそうやから2個ぐらい買っとくか。100円で安いし。まずは炭をセッティングしよう。今日はめっちゃ楽しみにしてた夏に食べてやろうと思ってたものを今日は食べます。めっちゃいいね。チビちゃんくん肉やわ。いい匂いする米をここ入れた。わ、やっぱかっこいいがいいから。ほとんど意味ないよね、かっこいい。イエーイ、どうしよう。あんまりえらい冷たくない。冷たくない。今日は着火剤でサクッとサクサクッとつけちゃいます。さあ、そろそろいいんかな。よし、取れてなかった全部まとめてやっちゃおうか。よう考えたら、味持ってくるの忘れてるわ意外といけるやん。ちょっと変やけどまあいいやろ。米はもうちょいこっちでやるかな。ちょっときゅうりと、あ、ちょ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 、トマト。夏はやっぱトマトやで。よし、はい、今日のメインはこれ。うなぎを食べたかったんです。夏にちょっとお値段は張るけど、年に1回しか食べへんしいいかなと思っていや嬉しいな出てって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 、変なおじさんだから、変なおじさん変なおじさん。よし、うなさん行ってらっしゃい。お、入れてるわ。これ焼いてるやつやから、うん、行ってらっしゃい、うなさん。うなぎうまそうな匂いしてる。うなぎ美味しそうなに。てか普段食べたことないねんけど、今年は食べようと思って。うわ、美味しそう。
これは降りそう。急に暗くなってきた。よっ、皆さん、ブーチョーマゲン、皆さん、せっかくやった、この上に乗せようかな。はい、はい、はい、だし持ってきた、だし卵にしたかった。天気が悪なってきたから、でもその前に焼き物終わったからよかった。あちちちち、おいし、よし、切りづら、贅沢に行くで、はい、おい、せっかくやから、でもマルミンとチビちゃんにも一切れずつ一切れやけどあげていこうかな。いらんかもしれんけど、かば焼きのタレをたっぷりかけます。これならたっぷりかけた方がいいの。マルミンたちにもあげてきました。おいしいって、よかったよかった。あの雲が夜に来るみたいで、もしかしたら雨が降るかもしれない。急に風吹いてきたって、やばいってやばいって、蓋がいる、ちょっと汚れて、ちょっと火がこれ、ちょっと向こうにやろうかな。今からご飯やのに、まるちゃんのテントが降る、やばい、え、なに風強いから、これは怖い。どうしようか。ご飯まだ食べてないのに。何これ。自然をほんまにまじまじと感じてる。で、みんなテントが大変なことになってる。うわ、急な爆風すぎてここにゴミが全部ついてる。え、今笑ってられるけど、なんか世紀末みたい、なんか怖い。もういいわ、もう何でも安倍さんに、そう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 、とりあえずな。やばいな、おお、あれや、海じゃん。マルミンの、これ以上ちょっと嵐が強くなったらテントが飛ばされるかも。まだ夜ご飯も食べてないし、うなぎ食べてない。今こっちの やつがすごい荒れてるみたいです。この長浜の方かな、長浜の方、管理棟はもう閉まってるけど、前は更衣室とかの辺は広いから逃げれると思う。で、逃げることマジで考えなかった。今8時過ぎなんですけど、やっと嵐が落ち着きました、まあ、まだ風は吹いてるんですけど、どうなるかと思って、ちょっと雨ポチポチしてるんですけど、全然マシです。2時間前にうなぎが出来上がって、まだ食べてない。無事うなぎが食べれるからよかった。第3位でした。
もうひどいことになってるわ。これ全部ゴミ入ってる。なんだこりゃ。嵐のせいで全部なんかザラザラしてる。テントの中もめっちゃザラザラしてる。なんで今日に限ってオールメッシュな。こんなんはちょっと初めてやな、ここまで荒れたのは。ゲリラ豪雨とかはよくあるけど。やれやれ、疲れた。とりあえずぬるくなったけど乾杯。楽やから、これに入れようかな。これもちょっと砂まみれ、よう拭いて。氷欲しいな、だいぶ。乾杯。だいぶ冷めちゃったけど、きっと美味しいはず。イエーイ、なんとか守った。蓋してなんとか守りました、嵐から。ではいただきます。うわー、やっぱりうまいもんはうまい。うん、なんかいろいろあっただけにもっと美味しい。うまい、激うまい、うまい、うまっ、最高。なんか多分卵をちょっと蓋がなかったからザラザラしてるかも。そんな食べな。いきます。うん、大丈夫。うん、冷めてるけど美味しい。うん、なんかちょっとザラザラする気がする。トマト。いや、もうこんなんこんな贅沢ないで。うん、最高。うん、まっ。美味しいで。そうめんにきゅうりと卵とこの具材入れたらめっちゃ美味しいよな。気温は27、28度やから、まあだいぶ落ちたな。ご褒美や、ご褒美やな。あの嵐を我慢した回があったね。え、何の花火大会これ。長浜花火大会。え、今日人生最後の日ちゃん。これ見てうちら死ぬ。今日は不思議な日やな。ご飯が全然進まない。花火見たり、月綺麗やったり。不思議な日や。残り、ご飯はちょっと半分残ったから、明日食べれたら食べます。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。マルミン自作のキャンドルライターつけようかな。持ってきたし。おー、綺麗やね。ほら、フォローしてる。丸見えればいいよ。ちょっとゴザ引いて寝ます。背中にゴザ引いて、でこれ背中に引いて。全然寒くない。28度もあるから。これだけお腹にかけて寝ます。さあ寝るか。
地面硬すぎて、北浜はそんなに硬くないのに南浜は結構硬くて折れ曲がりました。ご紹介は田辺さんがいいの。さっき買ってきました。ところてん、久しぶりところてん、スーパーからし、サンライズ、はい、どうもありがとうございました。洗ってきました。いやもうこれぐらいがいいな。サンライズところてん昔よく食べたいな。で、そしてトマトとキュウリ、少し涼しいな、風が気持ちいい。入れすぎたらちょっと多すぎて食べられない。いただきます。からし混ぜてみる。キュウリさん落ちる。いただきます。お酢が効いてうまっ。風が強い時はタープは危険やな。
便利やったから夏はよく使います。これかき氷はあるかな。氷はあるかな。15分くらいかかるんですよ。キャンプの。まるちゃんだけブルーハワイ。いつみの食べ方。スイカビだ。うま。うん。ごちそうさまでした。またね。次は大宮橋、大宮橋です。出口は左側です。